どうして私だけ。いつも邪魔者扱いされて。もう耐えられない。どうして俺の名前が。いじめやセクハラ、ネットでの誹謗中傷、これらは人権を傷つける行為です。一人で悩まないで、法務局の人権相談をご利用ください。みんなの人権110番0570-00みんなの110番まで。インターネットでも相談できます。相談してください。あなたの心が溢れてしまう前に。